局私がやるとダメじゃんっていうような考え方をする人、人に仕事がついてるじゃん、仕事に人をつけなければいけないのに、成長っていうのは過去の否定であるからさ。はい、皆さんこんにちは、ステガスレジ成功店のエツコです。今日は私一人ではなくて第2回目のゲストということで大森先生に来ていただいてます。2回目です。ありがとうございます。大森先生は実は私の師匠なんですね。マインドのセットだったりビジネスのことだったりトータルで、実は今先生の講座を受けている受講生の立場でして、でも先生の教えがちょっとすごすぎて、先生でちょっと、ね、自己紹介を、ね、ご自身でしていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。大森武美と言います。ワールドクラスパートナーズという会社ですね、ビジネスのトレーニングというのを提供しているんですが、売上を上げるためのノウハウというよりも、結局それを通じてお金を儲けるは通過点で、幸せにならなきゃいけないよねって考えてるわけなんですよ。そうするとどうしてもその心理面とかね、自分のそのお金だけじゃなくて家族関係だとか人間関係とか自分の健康だとか、こういうの気になるわけなんですね。それらをトータルにですね支援していこうというような塾とかね、トレーニングコースってのを提供しております。はい、ということで先生もう本当になんかねすごすぎて自己紹介ができないっていう感じなんですよ。ただやっぱりこの私が手放していくっていうのをねいつも発信させてもらってるんですけど、それにすごく通ずるものがあって、あったね、ありましたね先生。でもよく捨てちゃい捨てちゃいって言ってるからね。そう、ぴったりだなと思って、で、まあ、先生にまた再度来ていただいたということになります。で、今日お話ししていただくポイントは3つあります。まず1つ目が、主婦の方がこれを手放すと旦那違う、それはあるやん。主婦の方がこれを手放すと人生好転するというね、これをね3つお話していただきます。そして2つ目はサラリーマンだったり OL の方ですね、会社員の方がこれを手放すと本当に人生変わるよっていう、これも3つ。そして3つ目が経営者の方、経営者の方がこれを手放すと、まあ、売り上げが上がって利益が上がったり、そして最高のライフを送れるための捨てていくもの3つ、そして最後に先生のとっておきのおまけというお話をしていただきますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、じゃあ早速いいですか先生、行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。ボン、うちのだとこういう効果が出るんだけど入ります、はい、大丈夫です。じゃあお願いします。はい、では主婦ですね、はい、主婦の人で、まあ、捨てたらいいよっていうもの、これはね男性としてちょっと言いたいところありますね、はい、冷蔵庫の中の謎の食材、冷蔵庫の中の謎の食材、はい、まあえっちゃんは ないだろうけど、うん、結構ね、うん、よくわからない食べ物があるんですよ、はい、でいつのものかわからないみたいなね、うん、こういうのは結構残っている。タッパーウェアの中に入っていたり、それが奥の方の奥の方にこう入っていたり、冷凍庫ね、ゴーッと満杯とかね、あとほら使いかけのチューブがさ何種になってるとか、うん、これ捨てて、いやでも先生それめっちゃわかるんですよ、うん、私あの公開生活っていうのに行って、あのなんかこう視聴者さんのお宅にバーッと捨てるんですけど、うん、こないだ行った方がすごかったんですよ、うん、もう食料品がほとんど賞味期限切れてるの、うわこんな業さん出たねって言って、もうその時ちょうどね今日あの来ていただいてる高橋さんとね一緒に行ってね、結構びっくりしたっていうのがあったんですけども、うん、そういうことですよね先生。そう、これねある意味こう本能に逆らえっていうちょっと無理な横断をしてるかもしれない。人間さ、人間になってくる、それまで食べ物って超貴重で飢えとの戦いなわけなんだよね。オスってのは餌を取りに行く係だわ、うん、一方女性はっていうと、まあ、オスが取ってきたぞって持ってきたものを食べ込まないといけないわけなんだよね。はい、もともとそうやって収集するから、それを残しておくっていうものがねある意味本能的にかなってるわけなんだよね。なるほどね、だから残したくなってくるってことね、うん、で文明が発達するにつれて保存するテクニックとかだんだん開発されてきて、残さなくてもいいんですよっていうふうになってきてるが、今の80歳9歳の人たちって、うん、もう戦後のさ食事がない時代っていうのを知ってる人たちだから、昔の人たちの挨拶とか、この人もそうなんだけど、うん、飯食ってきたかっていう挨拶だ、それが挨拶、挨拶、飯食ったかって挨拶、うん、要はねもう一人本当に食べ物がもちろん食べてますね、もう一人なかったね、なるほど雑草とか本当に一個で食うわけ、えーだよね、意味わからないね、うん、
こういった人たちに捨てろっていうのはちょっと酷かなとは思いますと。それが要は精神の安定さみたいになっているのがあるから。だけどそこに育てられた子供たちがこの感覚をそのまま背負っちゃってる場合があるわけだ、うん、それはもう手放してもいいんじゃないのということなんだね。なるほどね。じゃあ本能としては特に女性はこう溜め込みたいっていうのが強いよねと。だから仕方ないんだけど、いやもうちょっと待ってと、うん、今はもうそこまで溜め込まなくて大丈夫よっていうことですよね。そういうことなんですよ。私はその冷蔵庫の中身を例えば定期的に見直すとか、うん、それがいいんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、そうだね。だから本能に要は逆らってるわけだ、うん、つまり次の進化した人間住もうとしてるわけだ、うん、定期的にすごくいいと思います。やっぱ定期的に冷蔵庫の中を見直して、とにかく主婦の方まず一つ目は冷蔵庫の中ちゃんと捨てましょうということですね。捨てましょう、はい、じゃあ先生、主婦の人が捨てたら人生好転する二つ目お願いします。二つ目はクローゼットの中の怨念のこもった服怨念のこもったって何ですか。痩せたら切れるそれね、サイズものたら切れる。いや、ちょうどね、それね、昨日話してたんですよ。やっぱりそう、呪いっていうのを言ってて、呪いですよね。先生、それね、さっきおっしゃってた、こう例えば痩せたら着る服っていうのが一つあると思うんですよ、うん、それ以外何かあります？痩せたら着る服と、あとほら、うん、子供のさ、PTA の時に着てきましょうとかさ、そのためにちょっと取っておく、いつか着れると思ってる系のやつは、うん、みんな、あのいつかは来ない。いつかは来ないから、綺麗やしいつか着れるしと思ってる服はもう呪いがかかってるってことですね。そう、呪いが。あとはその痩せたら着ようと思って その日は来ない。この呪いが強いということは、総称するとこういつか着るであろう服ってことですかね、うんうん、そうだね。若かりしを着てて実はこれでちょっとモテてたのよみたいな服とかね、捨てた。それ痩せたら着るから、でも流行り終わってるからやめなさい。そう流行り終わってて、結局その時痩せたとするじゃないですか、うん、ほんだらその昔の服じゃなくて、うん、今の新しい服着たくなりますね。今の着たくよくない、ね、そう。だからそのためにそのいつか着る洋服捨てましょうということですね。そうです。じゃあ先生、3つ目お願いします。 OK、 3つ目、これはですね、完璧主義の罠を捨てるということですね。完璧主義の罠って言うんですか。私は妻としてとか奥さんとしてとか親としてとか、このなんか役割をね結構背負い込んじゃってる人っているわけなんですよね。はい、その通りに演じなきゃいけないっていうに、これも呪いに近くかかっちゃってる人いるわけだね。これも呪いだったんですね。何しなきゃいけない、何しなきゃいけない、しなきゃいけない、これ全部 have to have to have to って言っているんだけれど、この have to っていうのはあんまりですね、脳にいい働きってないんですよ。え、脳にいい働きはないんですか、have to。現状を維持させていくための使い方になっている。知らなかったです、それは。じゃなくて I want to、 私はこれをしたいんだ、私はこれをしたいんだって、これ自分のやりたいことをベースに考えていくと、どんどんですね、まあ、健康になっていきます。それは体的にもやし、脳みそ的にもやし、脳みそ的にもやし、わぁ、ちょっとこれ大丈夫今やってるけど、結構入ってる、大丈夫、効果音今回3だここで捨てれば進化が先生、そういうのが私らだけ盛り上がってるっていうのはね、今ね、捨てろって言ってこう手も一緒に言ってるっていうノリでどうですかいいと思います。いいですかいいと思います。これ先生、3つ目何やったっけ、なんて言ってたっけ。完璧主義完璧主義ね。いや、これめちゃくちゃ面白いというか、あのハーフトゥーだと脳が止まるっていうのかな、で、モントゥーだと脳がなんか動き出すっていうのがめちゃくちゃ面白いなと。じゃあこれで先生、捨てるのにこれやったらいいみたいなんですか。適当に手を抜けという話ですね。適当に手を抜く、はい、具体的に例えばじゃあご飯作るのも、もう今日はええかみたいな、今日はええかっていうのをある日始める。ある日始める。唐突に、うん、そうすると「えっ、あら？」とかって言われたりするけど、うん、そういうものだからと。私はそういう風な生き方に決めましたと。なるほどね。小さなレボリューション、それでいいんですね。逆にそれでいい、それでいい、うん、じゃあ無理して作れなくて話もできないしね、うん、したところで、いや今日日曜日だからな、ね、今日水曜日だけど、私は日曜日なのみたいな。いいねそれ私は日曜日だから今日何もしないからみたいな感じですよね。でも専業主婦だったらずっと日曜日みたいなもんなんじゃないのはぁーっつってね
で専業主婦の方大変ですよ。もう掃除して子育てしてでその買い物行ったら全部するわけじゃないですか。だから結構な労働だと思うんですね。だからそのご自身がなんかね価値がないんじゃないかってどうしても思いがちなところがあって、じゃなくてもうあなたは自分やってるし手抜いていいよって、まずこっからちょっとずつでいいか手を抜くっていうのはおすすめということですね。一発でドカーンってやるとちょっとあの反動も大きくなってやってる自分もあれって思うからね、うん、ちょっとずつちょっとずつ手を抜くというのをぜひやっていきましょう。堂々と手抜いてください。はい、じゃあ2つ目ですね先生。2つ目はサラリーマンや OL さん、まあ、会社員の方がこれ手放すとねめちゃめちゃ人生良くなるよっていうね3つ教えていただきたいんですけれども、まず1つ目何でしょうか。永遠に終わらない to do リスト、やることのリストをこうさリスト化して to do リストを書きなさいっていうね。でいざ仕事してみたらなんか思って進まなかったりとか、うん、突発の対応しちゃってちょっとできなかった、うん、残りました。これどうしようかって言ったらこれ翌日に回すわけですよね、うん、でまた翌日にやると増えてきますよね、うん、また同じですよね、また翌日に回しますね、うん、これ延々と延々とずーっとなんかあの万年のあの氷河みたいなやつがさ、うん、もうずーっとあるやつがあるわけだね、はい、意味がないから捨てましょうでも先生ね、ちょっと待ってくださいって皆さん思ってると思うんですよ。だってそれちゃんとやらないとってやると思うんですけど、え、どうしたらいいんですか、捨てていいんですかそれは。昔あの OL 進化論っていうものね、OL の方のあるある話があったんですが、はい、あ仕事一生懸命やなきゃ一生懸命やなきゃって、で同僚の子はもうひょうひょうと生きていて、でなんでそんなに頑張ってんの、だってこれやんなかったら仕事が積み残しになっちゃうじゃないって、そしたらもう明日が大変だからって、でも明日になったらまたあるんじゃない、うん、そしたらどうなるの、え、そしたらこれをまた次に回して次の日回して次の日回して、うん、いつか退職、あ、いいんだ自分じゃなくて誰かがやるんですよその仕事あーそういうことか、ある程度もちろんやっとまれてたわけいや、やることはやると思うんですけれども、 その to do リスト多すぎませんかってことなのか、うん、そもそもその自分がやれる職業の範囲内でやるべきだし時間コントロールできるようにやるべきだし、うん、そうじゃない仕事量を任されちゃってプレッシャーになっちゃったとか、みんなの仕事をなんか受け持っちゃってできなくなっちゃったとか、こういう人がいるわけだね。なるほど、つまり今の先生のお話を伺っていてちょっと気づいたことがあるんですけど、じゃあもちろん仕事としては受けていいけどそれを例えば誰かにうまく振っていくとか、うん、っていうことをすれば、うん、そんなトゥードゥーリストもあって自分だけがなんかやらないとってならないっていうことなんでしょうか。そうだね、特にその経営者ではないわけだから、うん、思い詰めちゃって鬱になっちゃったりとかさ、はい、もう出社拒否ですとかひどいのだとなんかもう自殺しようなんてしてもらえちゃったりとかさ、うんうん、そんなところまで追い詰められてどうするのって思うわけ、うん、全然責任ないんだからそれについて、うん、いつか誰かやると思ってやらなきゃいけないなるほどね、だからそのまあ責任感が強い方がきっとこうなるんじゃないかなと思うんですけど、いやちょっときついなと思った時点でいやこんなに自分がやらなくていいんじゃないっていうのを見直す、もう捨てちゃうっていうことですね。じゃあそう、あと真逆のズボラの人がさ、うん、リストを作っておいてなんとなくコピペコピペコピペでやっちゃう場合もあるんだよ、うん、だその人もそういうの向いてないからやめなさいと、そうなんだ、ズボラの人がチェックリストを作ってどうせやらないんだから、あー、なるほど、やめなさい。じゃあもうとにかくそのチェックリスト、トゥードゥーリスト手放していくということですね。逆にトゥードントリストを作れ、おー、やらないリストを作れ、書類を溜め込まない、行く日に持ち込まない、何々しない、これやらないことです。いや先生それ今めっちゃ感動しましたし、だからやるやるやるの方がちょっとこう自分たちはフォーカスしがちなんですけど、もうこれはやらないってことね。それをやることで本当すっきりして削ぎ落としていって何にフォーカスすべきなのかっていうのが分かるということですね。そうそうそう、はい、じゃあそのサラリーマンの方が手放した方がいいもの2つ目何でしょうか。私がいなきゃダメ症候群。私がいなきゃダメ症候群、え、それはどういうことですか。仕事がさ人が足りないとかなんとかっていう時に結局私がやるとダメじゃんっていうような考え方をする人。そういう先生ちょっと結構深いなと思ってて、うん、なんかこう自己重要感を満たすってことなのかなと思ったんですけど、まあ責任感強いっていうのもあるし、私がやったらうまくいくっていうのが分かってるからやるっていうのもあるけど、でも私がいないとっていう、これか、そう、特別な思いでいたいんです。健全のうちはいいんだけど過剰になるとちょっと病的になっていくわけなんで、
だよね。じゃあそういう方結構いらっしゃるってことですか、ね、結構いるんだ、うん、だから問題起こしたりとか、うん、あとねこういう人辞めるとき大変なんだよ。あの人がいなくなったことによってこんなに仕事がはかどらなくなったっていうことを演出しようとするんだよ。うわーすごい、ちょっと怖いですね。怖い怖い、こじらせると怖いよ。じゃあお前さんいなくたって仕事もあるよってみんな思ってたとしても、うん、いや俺がいなきゃ回んないっていうことをなんとか証拠を作ろうと頑張っちゃうわけ。いいように使う分にはもちろんいいんだけれども、そっちに使っちゃうとちょっとね自分も辛いし周りにも迷惑かけちゃいますよね。そうですね。でまたね周りもねそういう人をちょっと煽る傾向があるんでね、うん、あの今のはそうさネガティブだった人だけど、うん、過剰に吸い込んじゃうタイプの人ね、うん、やっぱり何々ちゃんがやると回らないですよねって言われてこうやっておだてられて本人もその気になっちゃって、うん、セリフがそれ出る、この会話がし始まるとパターンになっちゃうからね、うん、それって人に仕事がついてるじゃん。仕事に人をつけなければいけないのに人に仕事がついちゃってるから逆なんだよ。先生今の深いですね。人に仕事がついちゃってるからこれだとちょっと違うんじゃないってなって、この仕事に人がついてるってするとうまく回っていく。そういうこと。バレーボールとかサッカーとかああいうの考えてもらってもさ、うん、あのレシーブする役、アタッカーの役とセッターの役とさ、なんかバレーいるじゃない、うん、はい、その仕事に人をつけるじゃん。うん、そうですね。人につくっていうことは、この例えば大森選手がとても上手だからっていう時につけちゃって、うん、じゃあ大森さん、じゃあセッターやって、大森さんじゃあアタックやって、大森さんやって、なんかぐちゃぐちゃになっちゃうね。俺はアタックするからってなんか言ってたら、セッター役は誰もねとかね。うんうん、なんとかしないと、やっぱりうまくいかないやつ、うちは勝てないやつっていう、そのチームって弱いよね。なるほど。じゃああなたじゃなきゃっていい言葉かなと思ってたんですけど、そうじゃない場合もどうですか？仕事の場合はシステムにしなきゃいけない。からネガティブに働くことが多いよね、うん、うわ深い。ということで2つ目の手放していただきたいものは、僕じゃ私じゃないとというこの概念ということです、うん、じゃあ先生3つ目お願いします。いつか独立するっていうヨタ話。ヨタ話なんですか。いや本当にする人はねするんですよ。何年経ってもずっとそれをね言う人がいるんですよ。社長バカだからさ、先輩さんを貸してもらって言う人がいるわけですね。自分だけ儲けやってなんか言っていて、うん、でも利益の行動とか会社ごとの経費とか考えたらさ、うん、そうしないといけないっていう、あの結構必死だってやってるわけだけど、事情が全くからず、はい、俺はもうやめるからって。だから何人かいるんで会社なんだけど、あ、なんとかさん辞めるって、あ、なんか辞めるって言ってましたよって言ったら、言ってるからって言って流されちゃうような人がね結構いるんだ、何人か。なるほど。それ先生の知り合いの方にだったりとかもよく聞く話ってことですね。うんうん、そうそう、あ、いやいや、会社見てごらん、いるからいるから。ああ、もう一般的にそうだってことですね。一般的にそうだ。いやでも先生今の話すごい面白いなと思ってて、あの私自身が今経営者の立場になってるんで、うん、めちゃめちゃ分かるんですよ、うん、今おっしゃってることが。だから経費引いて会社こうしていくからって考えたら人件費ってこんなもんよねとか、その立場にならないと分からないっていうのもあるんですよね、うん、だからいつか独立しますという方たくさんいますもんね。本当にビジネス本当に独立するじゃん、もうね、うん、そんなこと言わないでね、うん、さっとするから。うん、なるほど。もう準備してるというか、ちゃくちゃっと準備してる。なるほど。それは結局口だけやんってことで、口だけ、いっぱいいますよね。いっぱいいる、うん、でもちろんじゃあ言っちゃダメってそういうことではないと思うんですけど、それだったら本当にちゃんと準備するだったりとか行動がまあ伴ってるかどうかなんじゃないかなと思うんですけど、ヨタ話で言っといて、うん、なんか謎のプライドを守るんだったら、うん、あ、そいつは捨てちゃえと言うんですよねもう捨てちゃえと。そう、あのこれは経営者の方に言ってるからそういう人も捨てちゃえってことですねあ、だからその、まあ、強く独立したいんだったらもちろんしてもいいし、でも言うだけやったらやめときなはれっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで3つ目のセロをいただきました。じゃあ先生最後の経営者の方がこれを手放すと運気が良くなるだって人生が好転するというお話をしていただきたいと思います。じゃあまず経営者が手放すべきもの1つ目こちら何でしょうか。これは昔の成功だ、俺の時代はねっていうね、昔はこれでうまいことやってんだよねっていう、こういう話。それはその時代のその状況のその時にうまくいった手法であって、現在のビジネスの現在のその場所で再現できますかと、まあできないだろうね。そうですよね、こう時代って変わってきてるじゃないですか、うん、10年前 の、 そのうまくいったやり方と今って違いますもんね。全然状況違う、ね、だけどコンサルしたりとか、うん、あのしていく中で成果がない人、昔ちょっとうまくいった人って やりづらい。
なるほど、なまじなんかちょっとそういう感じがあるから、やっぱりそこをまた再現したくなってくるってことですよね。自分の言葉で翻訳して話を聞いてるから話が入ってる。あ、それ深いな。これでも経営者の方じゃなくてもそうじゃないかなと思ってて、やっぱこう人生で、まあ、いいも悪いも成功体験があると、それをなんかずっと持ってるから、そこをまた再現したくなってくる、っていうところありますよね。もう成長っていうのは過去の否定であるからさ、それができないと成長しないって宣言だわ。いやー先生深いな。私がいつもこう、まあ、YouTube だったりクライアントさんにお伝えさせてもらっていることで、過去の自分を要は手放していくんだって話をするんですよ。ここを手放すから、あ、次これがいいんやなとか、これをすっと受け入れられるために手放していくっていう話をしてて、まさにそれやなって。深いということで、経営者の方が手放すべきもの一つ目は過去の栄光ということです。じゃあ二つ目お願いします。 OK、 二つ目は誰かが儲けさせてくれるという幻想。え、そんな幻想あるのですか？かなりある、かなりいる。え、もう一回聞いてください。誰かが儲けさせてくれるという幻想ですか？はい。そんな幻想を持ってる方がいるんですか？2回目聞きました。ちょっと分からない。あれちゃんの麻薬の生き物かもしれないね。依存的な人がいるんですよ。え、経営者の方ですね。経営者でね、だいたいその貧乏経営者とかも言ったみたいに経営者とか、例えば独立してラーメン屋さんやりましたって人とかでも、繁盛してないとこの店主だとか、甘い人に多いんですよ。誰かが儲けさせてくれるって思ってるんですね。じゃあ例えば先生、今のラーメン屋さんでした場合、どう考えても自分で繁盛させないとダメじゃないですか。じゃあどうやって自分が頑張る以外に、広告代理店とか、怪しいコンサル、怪しいコンサル、白い色とか稼いでしてくれるとマジで信じてる。託してるってことか。広告代理店だったらもう広告全部任せてる。全部任せて、来ないですねって言って、ああそうですね、じゃあちょっと広告少し変えてみましょうかって言って、今度この枠なんでいけると思いますよって言ってお金があって、来ないですねって言って、どうしてですかね、この前のこれ反応あったんですけどね、あ、最近こういうの人気なんですよ、 LINE のこのアプリで何とかね、あ、LINE のアプリでちょっとやるかこういう感じで。でもいるかも。今一人思いついたんですけど、いやだいたいふーっとした雰囲気です。そうか、先生ね、その顔つきとかで、結構わかりますよ。わかるわかる、もうパッと見せる。あ、この人たりき、この人甘い顔してるな、スイートな顔してるな。よくないスイートな顔してるな。そっちだ、その可愛いスイートな意味が違った。違う全然違う。例えば経営者ではなくて脱サラした人で、そういう甘い考えで脱サラしちゃった人って、これまで全然違うビジネスやっていたのに、商品とターゲットとしてのお客様とノウハウ、この3つが商売になっちゃうんだ。はい、自分がよく知ってる商品サービスで、自分がよく分かってるお客様たちのそういう対象に向けて、自分がよく分かってるノウハウでやれば、これが今の、まあ、仕事だよね、はい、これ1個変えるとリスクが1個上がるんだよ、はい、2個変えるともっとリスク高まるんだよ、はい、3つとも変えちゃうともうちょっと成功するリスクが下がっちゃうんだよ、はい、じゃあサラリーマンやってました、今何かやってました、ちょっとラーメンでも独立しようかな、寿司職人になって独立しようかなって言って、なんとかスクール通いますと、商品全然違います、ターゲット顧客、今まであのずっとルート営業やっていたのに全然違いますと、はい、通ってたお寿司屋さんが美味しいと思っただけなんですみたいな、あるいはラーメン屋さんが美味しいと思っただけなんですと、全然関係ないのだけどね。研修受けたりやり方を知ったりすればできるっていうふうに思っちゃう人いるのかな。それで始めました。最初退職金とか何とか借金とか使いながら格好だけはつけたよね、だからそんな来るわけないじゃん、最初だけ付き合いで来るよね、うん、1回来るよね、2回来ないね、来ないね、3回も来ないね、おかしい、人が来ないと、なんでだろう、わけわかんない、始まっちゃうね、ちょっとこんな作ってるのどうなのか、それマニュアルでも教えてないし、こういうような感じです、多いわけで、誰か助けてくださいっていう感じだって。それ潰れません？潰れる。それはだからよっぽど改心して、よっぽど変えない限りは、やっぱりね、甘い人はダメだなって思う。それは一言で言ったら甘さになっちゃうと思うんですけど、それ生き延びてきちゃった。例えばその仕事してて、まあ、うまくいってて、まあ、会社っていうバックがあるじゃないですか、そこでうまくいってた人が、いやさっきの、ね、話じゃないけど自分は独立したらできるんだみたいなんで、独立してみた看板が一切ないわけじゃないですか、そこで戦ってみた時の何これみたいなって気づく、でそれが甘さだったっていうのをそこで初めて気づくのかな、気づかない人もいるかもしれないですけどね、だいたい文句言うよね、
よね。会社景気が悪い。景気が悪い言い出すと、それちょっとヒントというか、もしかして自分はそれにハマってるんじゃないかみたいな、うん、こういう人セミナーとかと大変だよ。説明会で私は必ず言ってるのが、やり方教えますが、あなたがやらないと 100% 儲かりませんっていうふうに毎回言ってるんでね、うんうん、もう当たり前で言ってるんだけど、そう言わないとそういう人が入ってきちゃうから、たまに紛れ込む。先生もだってそんな一人一人分かるから紛れ込んだ時大変なことになる。そうそう、いやー先生ちょっとめっちゃ深すぎて動画これだけで一本撮れるぐらいの内容になっちゃったんでちょっと今日は一応ねここで一旦区切らせてもらうんですけど、ということで3つ目はページの甘さということになります。で最後先生おまけということで、いやもうこれ手放したらもうこのね皆さんもう主婦だろうが会社員だろうが経営者だろうが何でもこれ手放したら究極ですという最後の奥義お願いします。自分が思っているこうだという決めつけだね。先生でもこの決めつけってわからないですよね。自分でなかなかわからないんだよね。だからコーチング受けたり自分以外の人のアドバイスを受けてめちゃめちゃ重要なことになってて、人生の青写真と人生の実際の状態、これがイコールだった時に幸せになるんだよね。また深い話ちょっと聞いてしまったんですけど、自分が思ってる認識してる自分っていうことと他人からの自分って結構こうギャップがあるってことでしょうか。例えばさ、お医者さんの奥さんです、うん、収入もすごくよく、旦那さんも一生懸命仕事やってる旦那さんですと、うん、で子供が2人いますと、うん、でもこの人不幸せですみたいな、うん、いっぱいよ。状況的に見たらさ、うん、いいじゃん。いいですよね。コンディションで見たら多分地球の中でも多分トップ 10% にいると思うんだよ。ですです。だけど幸せじゃない。何が起こったんでしょうか。その人の中の人生でこれなんじゃなかったってか、あの私の思ってる旦那本当はこんな人で、私思ったら生活実はこんなんじゃなくて、時にもう母に紹介されてお医者さんにしなさいって言われて、本当はカツオが良かった。そうなんだ。本当は違う人が良かったってことね。そう。でもそれって、まあ、他の人も分からないですもんね。なんでって不思議になっちゃう。そしたらやんないといけないことは現実を見てちゃんと青写真の子を作り直す。だから具体的にこうしたらいいってありますか。つまりですね、ないものをないって言ってるからバチが当たってんだよって、うん、あるものに目を向けてありがたいって思えば感謝していったら人生幸せになっていくわけなんだよ。うわちょっと深いな。またさっきのサラリーマンの方の幻想みたいなもんですね、うん、本当俺すごいんだけどみたいな、うん、じゃなくて今ある幸せというかちゃんと今の現状ってこうだよねってどこに目を向けて、でこれはこれでよし、でそれを踏まえた上で今からどうしていこうかみたいな、そうこういう考え方やったらいいってことなんですね。そういうことよ。なるほど。じゃあこうだよねっていうこれを手放すということですね。そう。はい。ということで先生もう今日もたくさんお話いただいて、もうめちゃめちゃねもう視聴者さんもなるほどってなった方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、今日は大森先生にお越しいただきました。そして今日はなんと2本目も撮るということで、ぜひ皆さんの人生大好転になる大きなヒントをね2本目でもお話しますので、ぜひ楽しみにしていてください。またね感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。今日の動画がちょっとでもいいなと思いましたらいいねボタン、先生一緒にいいですか、いいねボタン、それじゃいいねボタン、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。ということで今日先生の公式 LINE で経塾があったと思うんですけど、あ、うん、そちらあの概要欄に貼っておくので、これ経営者じゃなくても全然 OK ですもんね。ですよね。でそちらで先生からいろんなことを学びたい、それは経営のことだったり、それ以外のこともうなんかあり方です、どちらかというの先生の場合は。そういったことを先生たくさんそこの経営塾でも教えていらっしゃいますし、いろんな講師の方を招いてやっていらっしゃるということで、ちょっとでも興味あるなと思ったらそちらの公式 LINE も登録してみてください。はい、ということで今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!